こんにちは。はい、毎度。今日はカメラマンチェンジして、ちょっといつもと違いますが、はい、始めさせていただこうと思います。お願いします。ではですね、レア車、レア車、レア車、これは何ていう車ですか？スズキのスプラッシュという車です。はい、聞いたことないです。皆さん知ってますか、スプラッシュ。記憶の片隅にありますか、スプラッシュ。割とね、個人的にはいい車だなって思ったんですけど、まあ、日本ではあまり売れずに、ヨーロッパ的にもそこそこぐらいで売れて、競合がね、同じメーカーでスイフトっていう車があって、はい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 、どうしてもキャラクターかぶりをしてしまってるところがあったのと、名車ですからね、はい、であとはもうスイフトの方がやっぱ一般受けする味付けだったっていうのもあって、なかなか売れなかったなっていう印象があります。で、まあ、特徴としてはですね、その、まあ、ヨーロッパの方でこう売られていた車なので、足回りとかそういう味付けが非常にこうヨーロッパ車っぽい味付けになっておりまして、まあ、はいはいはい、その辺が、分かったらいいなと思いながら見ていこうと思います。でまずですね、後ろ足回りに関しては超ウルトラオーソドックスなトーションビームタイプですね。でサスペンションの取り付けとかも、とってもスタンダードな取り付けになっております。でここの、いつもの U 字工なんですけれども、まあ、ここに秘密が一つ隠れていて、この下側覗けますね、なんとなくビームが入ってるのが分かりますか？1本、はいはいはい、他の車種だと少ないんですが、まあ、他にも使ってるやつはあったんですけど、やっぱリア周りの剛性がしっかり出ないと、ヨーロッパ車っぽい乗り味には出ないので、はいはい、こういうビームの追加がされてたりとかします。なので割とこだわってるスプラッシュ。あとは燃料タンクの形状なんかもそうですね、まあ、プラスチック材が使えるようになってから複雑な形状にはなってますが、まあ、こっち前側の、キャビンを犠牲にしない程度に小さく作るためにこういろいろと形状も工夫してるのが見て取れます。なるほど。あとはですね、この、まあ、パイプ周りとかもそうなんですが、まあ、とは言っても日本で使って日本で作る車なので、アンダーカバー周りとかは全然やっぱりヨーロッパ車に比べたらないっすね。ついてないですね、はい、これがまあ例えばワーゲン、ゴルフみたいなのとか、アウディ A4 とか A1 とかその辺だったら、まあ、フルカバーついてるので、まあ、この辺の割り切りが、まあ、日本メイドっていう感じがするっすね。まあ確かに高速バシバシ走らないんだったら全然ない方がいいぐらいですからね。であとは、個人的にはこのゴム、はいはい、マウント、このマウント、はい、この釣り方がヨーロッパっぽい。ああ、そうだ。大体日本のゴムだともっと丸っこいこう黒いゴムとかを使っている場合があるんですけど、まあ、今までの過去動画漁ってもらったら、そのゴムマウントとかもチラチラ映ってるのを見たら、この形状もやっぱりそういうのを感じますね。さすがマニアック動画。そう、マニアック動画やけんな、ちょっとマニアのことも言っとかななと。でマニアついでに言うと、まあただこの武骨加減がすごくやね、もうこの明らかに電動パワーステのモーターっていうのが分かるようなこの感じがね、はい、まあ隠す気ゼロっていうね、どうせ見えんでしょうからという。あとはね、まあこういうプレス材もやっぱり使ってるんですけど、まあ、サブフレームの形状なんかが今までよりもこうなんていうんですかね、こうピタッとこうあんまり穴が見えてないのがなんとなく分かるのね。多分これもサブフレームの剛性がやっぱり足りないと、硬い乗り味って言ったらしまった、それまでなんやけど、しっかりとした乗り味になれないから、多分サブフレームも他の車種に比べたら補強してるんじゃないかなとは思います。で、まあ、オーソドックスなこういう足回りにオーソドックスなミッションエンジンで、まあ乗ったことある方は分かると思うんですが、まあ、本当にね小気味良いペースで走る分にはとってもいい車だったんですが、なかなか日本の道路事情と日本のユーザーの好みには合わずに、まあ、まあ、終わってしまったっていう僕の中では名車です。こちらの方は、はい、迷うって書く方の、ああ、スズキ多いからね、そういうのが。まあでもこっちの方がね、まあ、ミッションエンジン周りなんかもよく見えて、個人的には整備もしやすいですし、まあいいのかなとは思
思ったりはするんですが、まあまあその辺はメーカーさんごとの設計思想なんかも見えてくるのかなとは思います。はい、なかなかねこのスプラッシュの下回りなんかを見る機会は多分ないと思うので、もしかしたら見た方には幸運が訪れるかもしれません何かレアなことならね。はい、まあそんな感じですかね。はい、ということで鈴木のスプラッシュさんでございました。また珍しいのも入ってきたら上げていこうと思いますので、またチャンネル登録とかよろしくお願いします。バイバーイ。